今国会議員の皆さんが話された通り、コロナ禍によって、コロナ災害によって多くの人が仕事を失い、そして住まいを失い、さらには営業継続が困難となり、都民の多くが命や生活を脅かされています。とりわけ今回のコロナ災害は社会的経済的に弱い立場にある人々に襲いかかっております。非正規労働者やシングルマザー、障害を抱えた人々です。リーマンショックの後の派遣村の取り組みと現在の状況を比較しますと、本当に今困難を抱えて仕事を失ったり、それから住まいを失った人はなかなか表面化しておりません。だけど現場に私は駆けつけて、いろんな事情状況を、しっかりと見ていますと、あのリーマンショックの後の年越し派遣村の取り組みよりもさらに被害がですね、広く深く広まってるんじゃないかと思います。労働者だけではなくて中小事業者、こういう方も被害が広まってます。コロナの災害、コロナの感染によって命を失うだけではなくてですね、経済的に追い詰められて自ら命を絶つ、こういう人が出てきてるわけです。こういう状況を何としてでもですね、食い止めなきゃいけないと思っております。私は今回の都知事選、やはり都民の一人一人の、命や暮らしを守り抜く、そういう都政を、確立する、そういう戦いだと思っております。そういうような都政の確立は、私は必ず日本政治にも大きな影響を与えると思っております。まず安倍政権を直撃すると思っております。東京が変わることは日本の政治を変える、そういうことにつながるということを期待しております。